はいどうも、ティアです。今日は日付変わってすぐです。昨日、昨日ちょっとやらかしたんでね、こういうことになるんで、ね、寝てから撮るっていうのはあまりよろしくないということで、今日はもう、あの、充電もできてないんだけど、全然、あの、ツイッターにこびりついてたせいで、充電も全然できてないんだけど、まあ、日付が変わってすぐにね、えー、っと、ラジオを上げようと思います。あの、ネタがあるって昨日のラジオで、昨日っていうかもう、ひ昼前だったけど、 言ったと思うんだけどネタがあるわけじゃなくてちょっと喋る話があるかなっていう感じえっともう今日16日だから2日経っちゃってるんだけどえっとバレンタインね14日バレンタインがあってえっとその日にねあのまあミケネさんがさあのまあ去年もやってたけど去年去年はあれホワイトデーだけどまあやってたんだけど あの実写でねあの配信をねやってらっしゃってバレンタインのねでまあバレンタインじゃなくてもあのハロウィンの時とかもちょいちょいあのメイド服を着てらっしゃってさえっと配信をされてるんだけどさ相変わらずめちゃくちゃまあね顔顔はしっかり出してたわけじゃないなんかあのハロウィンの時にちょっと事故でさがっつり顔っていうかまあそのね映っちゃったりとかまあこれってね宿命なんよね。 調味で 3D 的なものでやってる時に大体これやらかすんよやらかすっていうかまあそのリスナーにとっては嬉しかったりするんだけど。 えーそれこそカロメダホタちゃんとかがさあの超味料でやってる時もなんか顔もきり写っちゃったりとかしてたけどまあそんなまあマスクはしてるけどその顔が目とかが映るみたいなのはさまあ多分その事故ではあるけど、まあ、それもまあある程度想定はしてると思うよ言ったら映っちゃうこともあるだろうなってまあ基本映さないけどワンチャン写ってもまあいいかなって思ってると思うよだからマスクしてるししてなかったらがっつり映るじゃんか。だから そ,のそういう事故を想定してなかったら多分マスクしてないよ俺もさそれこそさこうやってラジオ撮ってる時にいちいちマスクしないしでもあのー、実写動画撮る時にマスクしてるやんかあれって、まあ、映ること前提でやってるわけででラジオの時は映らないからそのラジオその何て言うの意味ないじゃんそのマスクしようがしまいが意味ないしそもそも。 えとマスクってさ俺まあいわゆるさ今コロナでさマスクしてる人増えたけどまあそれ以前から俺マスク結構してて黒マスクをしてる人だったんでその別にコロナとか関係ないよねだからその人がいるからいないからとかその外だから中だからとかあんま関係なくその人,人の目があるところではマスクをしたい人なんよ言ったらそれはそのコロナだからってことじゃなくて単純にその。 ね、その口あんまり出したくないとか、そういう感じだよ。まあ言ったら顔そんなにいいと思ってないから、現時点で。だからあんまり顔出したくないっていうだけのことだよ。だから別にコロナとかどうでもいいよね。だから、 まあそういう感じでさ、マスクしてるから、人の目がなかったら、ぶっちゃけこれ外であろうが、中であろうが、別にマスクどうでもいいよ、正直。あの今さ、その半マスクとかさ、半ワクチンとかいろいろあるけど、ぶっちゃけそれもどうでもよくて、あのワクチンなんてめんどくさいから打ってないだけで、そのマスクももともとしてたからしてるだけで、その興味ないよね、ぶっちゃけね。だから、そんな俺だからさ、 あのマスクってさそもそもその顔を隠す意図でやってて、まあ、そのまあ顔を隠す意図ともう一個あるとしたらあの、まあ、いわゆるさそのトレードマークみたいな感じで今でこそさ,さっきも言ったけどそのコロナの件でさマスクしてる人がほとんどになっちゃったからそのトレードマークと言ったらちょっと弱いかもしれないけどその当,時だと当時っていうか、まあ、そのコロナ以前だったらそのマスクって、まあ、みんながみんなしてるわけじゃないから。 そのトレーードマークにできたよね黒,、まあ、黒マスクもしてるやつもいっぱいいたけどそのでトレードマークとしてはできたかなって当時ならねだから俺はしてたっていう部分もあってそもそもその実写動画って当時からやってたしその多分俺実写動画初めて撮ったのって2009 えと2019年とかだかな多分だからもう今から4年ぐらい前なんで 4, 4年も経ってないかな多分2020年とかだったかもしれんけどまあそれぐらいないよ多分2019か20かぐらいだからその,その当時全然コロナなんかなかったからその時でも俺実際に普通にマスクして撮ってるのはそういうことなんよね言ったらだからそのそんな人間だからさまあそれまでそういう事故も起こりうると思って多分マスクをされてると思うよね だから、まあ、今回それがあったかどうか俺もちょっとそのリアタイで全部終えてないからわかんないんだけどまあ、どうなんかなそのそもそもだから俺だからそういう事情もあるからさそのミケレコさんのさあのー、アーカイブが残ってるかどうかも知らないよアーカイブ三角みたいなこと書いたから残ってないかもしれないけどわかんないんだけど、うん、全部は見えてないからね言って。あのー 最近だから俺本当に全部配信見れることって本当もあれだからねまあ最近に限らないけどそれこそさ俺が配信をちゃんと見てる人ってまあこのミケルコさんもそうだしなずなちゃんはねツイッチだからそんな見れてないけどえー、っとあとまあミクロとか銀までレミクロとかまああとたまにその見てた止めるちゃんとか見てたけど正直今チャンネルもないしツイッチの方は見れてないから それとあと誰だろうなあと、まあ、あと他にもいろいろ見てるっちゃ見てるんだけど雑多にねそのノラーラだって見てるときはたまに見てるしうーんホロホロ系とかでも船長のやつ見てたりすることもあるしその他にもね何人見てるよ言ってもその見てるけどリアタイで例えば1から10まで見れてる配信ってほぼほぼないよたまにミクロのやつとか えーとそミケレコさんのやつとかみたいにそのもう時間もうこの時間は見るぞみたいな他のことやらないぞみたいになってる時は俺も見れたりするんだけどそのなんだろうな予定的に時間が取れないとかじゃなくてさ単純に俺そのなんだろうなこれもそのいわゆるさその発達障害的なものが関係してるのかもしれないけどその俺一つのところにとどまってられないのよ。 言ったら配信ってさこれまあミクロとかも言ってたけどだいたい短くてもその1時間2時間はあるし長かったら78時間あったりするわけで7様とかでめっちゃ長かったりするからそれぐらいあるわけじゃんだからその1時間でさえ同じ場所にとどまってられないのよ面白いとか面白くないとかじゃなくて。 とどまってられなくて他のことしたくなっちゃうし、まあ、じゃあゲームしたくなっちゃったりとか他の動画見たくなっちゃったりとかでまた戻ってきたくなってみたいな感じだからそのリアタイができないよ基本的にだからそのアーカイブで見る分にはちょっとずつ見るとかはできるんだけど全然だからその内容が気になる場合とか切り抜き作る時とかはちゃんとアーカイブその1から10まで見たりするんだけどそのリアタイ見るの結構大変だよねなぜなら途中でやめたりできない途中でやめた時点でその間が抜けちゃうからリアタイだったら。 だから結構難しいんだよね言ったら。でもねあのー、よくそれこそね、あのー、今最近のねあのー、ユニコーンのねあの青,青霧学園のやつのとこもそうだし。 えーとまあそういう、まあのー、超美麗配信の是非みたいなまあ言ったら顔出しとかその中の人が出てくることに対する是非とかさまあいろいろあると思うんだけどさ俺は基本的にさ中の人も含めてだし知れることも好きだし。 まあなんだったらさ別に俺ユニコーンは全くないしガチ恋もあんまりないけどそのどっちもエロい目で見たりするからで <laughs>、ね、そういうこともあったりするから全然ねエロい目でっていうかその綺麗なものは好きだし可愛いい人は好きなんでそのそれを見れるっていうことは2次元だろうが3次元だろうがいいわけよ俺にとってはうんだから別に俺だって別に VTuber 以外の普通の配信者とか YouTuber とかも見てるしねその男女問わずだけどこれに関しては。 だだから別に何だろうなそこにこだわりって全くないしあのこれ前にも言ったと思うけどあの件ねその超微冷 3D に対するねその反発みたいなものって言ってるのってリスナーより VTuber の方が多いからねあいつらこだわりというかさその原理主義みたいなやつ結構多かったりとかあとその原理主義って言うんだけど俺ね原理主義のやつもほとんどいないと思うよ実際。それ以上にこれ,もこれも前にも言ったけどあれに関して言うと。 その顔出し運動に関してはあの顔が出せないやつのひがみだと思うよぶっちゃけ <laughs> その私は出せないのに俺は出せないのにっていう感じだと思うから別に俺も自分がかっこいいとは思ってないしさっきも言ったけどマスクで顔隠してるぐらいだからいいと思ってないわけよいいと思ってたら出してるから言うて俺もナルシストだからさいいと思ってたら絶対出すからだからいいと思ってないから出さないわけよ言ったらね だからそういうのもあるから別にそう思ってそこに対して俺自信はあるけどさそこに対しての自信はないわけよ。言ったら俺いつもさ自信あの Twitter とかでも言ってるけどその俺の自信って根拠のないことに意味があるからそもそも顔がかっこいい自信だったりとか例えば勉強ができる賢い自信だったりとか。 えーと話が面白い自信だったりとかスポーツができる自信だったりとかそういうものじゃないわけよそういうのだったら根拠があるからこれよりだって俺より強いやつ俺より面白いやつ俺よりすごいやつっていうのがいっぱいいるし俺よりかっこいいやつもいっぱいいる女の子でもそうよ自分より可愛いい人が現れるとかそれでさその自信って簡単に折れちゃうじゃん。 だから俺は根拠がないからさっきも言ったけど顔がかっこいいからの自信ではないわけよだから別に顔かっこいいと思ってないでし俺自分のことで話が面白いとも思ってないしただ俺はすごいとは思ってるだけなんよだからそのいいとは思ってないけどあのー だからといって、その人をひがんでもしょうがないじゃんっていう話だよね。だから痛々しいなって思うよ。結局そうじゃんみたいな。あのこっちの世界に入ってこないでよとか言っちゃってるからね。普通にこれガチで言ってる VTuber の人いたから。 痛いよねって思う <laughs> ぶっちゃけだからミケレゴさんとかでもさ顔,出し顔も出してるし写真とかでで加工だなんだブスだババアだって言われてるけどあれもひがみだから全部正直であ言っとくけどあの年で俺と年一緒ぐらいだけどあの <laughs> あんまり俺年言わないけどね同じぐらいないよ同じぐらいのさ年のさ女性でさあんな綺麗な人ほとんどいないからね言ってあの年であのレベルで綺麗な人って他にいないから 綺麗だしし可可愛愛いいからね言ってで声も可愛いしな正直その神は荷物を与えてるからねだからあれをさそのケチつけてるやつただのさひがみだからはっきり言ってあ,のあれほど美しくて面白くてかわいい人いないからぶっちゃけねはい、まあ、そんな感じでロズキャでしたババイ